よく来てくれたな、二人とも。スクナ姫に琴城さん、何が起きてるの？黒の民が再び攻めてきた。白の王は妖撃を指示し、自らは城の中にこもったという状況だ。ま、逃げ出さなかっただけマシじゃな。今代の白の王は筋金入りのふぬけだ。臆病すぎてからかいがいがない。白の民どもはただ黒の民が攻めてきているだけと思っているが、状況はそれよりもちとまずい。封印強化の陣を敷いている最中ゆえに、このままだと魔月にも影響が出る。あの不気味なわらしとしては、おそらくそれが狙いなのだろうよ。ゆえに思い通りにはさせん。かかっ、あうんの呼吸とはこのことじゃな。さて、封印強化の六望点、陣を敷く場所はあと2つ。一つ一つ回っている余裕はない。ゆえに手分けして回りたい。片方はわらわと琴城、もう片方はそなたらじゃ。え、でも私たちその陣の敷き方とかわからないよ。案ずるな、手は考えてある。それは術で作ったわらわの分け身、玉姫とでも呼ぶといい。分け身とはいえ思考は独立しておる。二人ともよろしくなのじゃ。何かあったら玉姫に伝えよ。それでわらわにも伝わっておる。では行くとしよう。ではこちらも行こうかの。我らの目的地はこっちじゃ。玉姫ちゃん、さん付けするでない。わらわはスクナ姫と同一の存在だ。きちんと呼び捨てにせよ。あ、うん、そうだよね。ごめん玉姫ちゃん。もうよい。して、まといの聞きたいことは魔月のことでよいか？お、よくわかったね玉姫ちゃん。さすがスクナ姫の分け身だね。悪意がないのはわかるのだが、こう立て続けだとからかわれているようにも思えるの。さて、魔月とは星を滅ぼす最悪のこと。嘆きと慟哭より生まれた最悪、生の反対の意味を持つ魔月の神。白と黒を滅ぼし星を滅ぼすもの、それを鎮めるためにわらわがいる。灰の巫女スクナ姫がな。
星を滅ぼす最悪。なんだかそれだけ聞くと。だよね。星に封印されているっていうのもなんだかダークファルスみたい。ダークファルスというのはあの黒いわらしを指しているのか。案ずるな、ヤツとマガツは別物だ。ただし本質的には似ているのかもしれんがな。本質的？規模の違いこそあれ、嘆きや悲しみなど負の感情より生まれいでしものは決まって人に牙を向く。人から生まれたものであろうとも、人を滅ぼしたくなるほどに醜いのだろうな、負の感情とは。かの意を打ち抜け、かの意を打ち抜け、そこ、かの意を打ち抜け、
幸いにして先乗りできたようじゃの。違う、何か来る。ち、分け身では感知にも限度があったか。二人ともわらわの本体が来るまで持ちこたえてくれるか。うん、言う通り私たちに任せて。我が意に従え。
なんとか間に合ったの。スクナ姫、琴代さんの方は大丈夫なの？あちらはほぼ敵もおらなんだ。陣を敷くのも容易だった。その分こちらに敵戦力が集中していたようじゃが、二人のおかげで守り通せた。二人とも感謝するぞ。そんな、いいよ。それより早く儀式を。ああ、わかっておる。待ってたよ、この時を。君が来るのを待ってたよ。なんじゃ、何が降ってきた？あれ、避けられちゃった。あら、避けられちゃった。でも、まだまだだよね。うん。まだまだ、逃がさないよね。どうなってるんだ？君の目の前にある、この反応は、10年前の、アプレンティスだぞ。私のことを知ってる。私もこの人を知ってる。頭が。調子に乗るなよ、黒いわらし。わらわの邪魔だけでなく、わらわの友を苦しめるか。わらわは灰の巫女、スクナ姫、この星の巫女であるぞ。なめるな、コワッパ。
この身を代わりの草木とし、負を払う結界、結界陣は発動せん。わらわは認めぬ、拒絶する。灰を集え、安寧をかたどれ。いざ万物よ、ことごとく払われん。二人とも無事であるか？うん、おかげさまで。ありがとう、スクナ姫。でも、そうか、わかるか、マトイ。半端な状態で封印を行ったがゆえ、マガツの一部が漏れ出てしまった。やれやれ、ここからが難儀じゃな。久々の重労働となりそうだ。ごめんなさい、私を助けるために。友を助けるためだ。わらわにためらいはなかったぞ。だから気にするでない。なんだかおかしかったね。おかしいね。あれはどうしてミコを狙わなかったんだろう。あの子に恨みでもあったのかな。ちょっと面白いかも。あの子に因縁でもあったのかな。ちょっと面白そうかも。でもまあ、今はまだいいかな。そうだね、まだいいね。目的は達成したし。